箱の中のあなた。山川雅夫作。失礼ですが。滑らかな都会風の男の声が言った。彼女は臆病と疑惑とが一緒になったようなぎこちない様子で立ち止まった。丘の上は素晴らしい夕焼けで赤く染まっていた。馬の背のような地面にまばらな木が細長い影を作っている。いい景色ですね、本当に。これ何の木です？なれなれしく、この地方にだけ生えている緑色の炎のような形の木を指して男は聞く。男は首からカメラを吊るしていた。態度といい、口調といい、男はわざわざ東京あたりからやってきた観光客の一人に違いなかった。この地方は初夏から観光シーズンに入って、駅前には歓迎の大きなアーチが立つ。今年ももう10日余り彼女は毎日それを見てきていた。すみませんが、と男は言った。ここで写真を一枚撮ってくれませんか？棒のように直立したまま。だが彼女はこの男の首から上、優しい声の流れ出す唇さえ、ろくに見ることができなかった。彼女は男の顔を今まで一度だってまっすぐに見られたことがなかった。その内気さ、臆病さが結局のところ30歳を過ぎた今日まで彼女に一人暮らしをさせていたのかもしれない。首筋のあたりまで真っ赤にして、極度の緊張に彼女は呼吸が詰まるような気がしていた。男は明るい声で言った。実はね、記念にこの風景をバックに僕を入れて一枚写してもらいたいんです。何？セットを僕がしますし、シャッターさえ押してくださればいいんですから、お願いします。彼女はこわばった顔でちょっと道を振り返った。誰も通らなかった。すみませんが。男は優しい声で繰り返した。彼女は手を伸ばした。恐る恐るカメラを手に受けると、ぎくしゃくと胸に抱え込んで、彼女は懸命にそばの少しぼやけた男の映像を、小さな箱の中の暗いガラス板の上に捉えるのに熱中した。やっと焦点があった。彼女は大きく呼吸を吐いた。美しい小さな世界だった。血のような夕日に染まりながら、ポツンと一人の男が立ち、にこやかなポーズで笑っていた。旅行者は茜色の光にくっきり映え、その光はちょっとぐずぐずしていれば、跡形もなく消えてしまいそうに思えた。まっすぐな鼻、狡猾で告白げな女のように薄い唇、引き締まった精悍な腰つき、のしかかるような動物の圧力、圧倒的な恐怖そのものだったそれまでの男性はどこかに消え、黒いガラス板の上に縮小され、定着された男は、今は輪郭の明瞭な小さな愛らしい一個の人形となって、初めて彼女は彼を所有することができていたのだった。うっとりと彼女は開かずに眺め続けた。それは許された貴重な時間だった。こうでもしなければ私は彼をとっくりと見ることもできない。全身が熱く燃え上がって、彼女は胸が早くもある期待にわな泣き始めたのが分かった。
まだですか。と男が言った。ええ、今。と彼女は答えた。その時、ある絶望のような決意が素早く彼女の中を走った。彼女は自分がもはやどうしてもそれを避けられなくなっているのを確認したのだった。シャッターが死んだ小鳥が水に落ちたような音を立てた。ありがとう。そうだ、一つ今度はあなたを映させてください。男は急にはしゃぐような声を出した。どうですか？ぜひこの美しい景色と一緒に。精一杯の努力で彼女は言った。こんなところ、そんなにいい景色ではありませんわ。ほう。男は露骨に興味を示す顔になった。もっといい景色があると言うんですか。この先に行くと、海が見下ろせる公園があります。もう、町外れなんですけど、そこの方が。へえ、そいつは知らなかった。そうですか。じゃあ、連れて行ってください。公園といっても、春になると桜や梅が一平に花を開くというだけの、その他には何もない高地だった。ただ夕暮れの淡い銀白色のもやの中に沈んでいく町と海がより広く見渡せるだけのことで。だがそこにはいつも人影がなかった。彼女は背を固くして先に立った。古い神社の裏を回り、近道は急な傾斜だった。大きな砂利が靴の裏で滑って、やっと両側の草むらが突きかかえるところまで来たとき、慣れない男はやはり少しあえぎ始めていた。ああ、早いなあなた。ちょっと待ってくださいよ。その声を聞き、彼女が立ち止まった直後だった。男の手が彼女の肩をつかみ、仰向けに彼女を草むらの中に押し倒した。いや、私、そういうこと嫌いなんです。嫌なんです。絞り出すような叫び声とともに、彼女は男を突き飛ばした。だが男は、ひるみを見せなかった。男の顔が視野いっぱいに迫って、彼女は気違いのようにその顔に向けて抵抗した。彼女にあったものは、ただ必死な、猛烈な、一つの嫌悪だった。気づいたとき、彼女は右手にしっかりと大きな石を握りしめて、ぜいぜいと呼吸を切らしていた。男は足元に倒れていた。こめかみから血の筋を滴らせて、男の目はポカンと空を見ていた。男は動かなかった。まだ胸が弾んでいた。でももう恐怖感はなかった。彼女はやっぱり、私はいざとなると理性的な女なのだ。理性的でしかないのだ、と思った。これはしょうがないのだ。彼女は右手の石を崖の向こうに投げ、男のポケットから落ちたタバコの箱を元に戻し、脱げた靴を履かせた。男をずるずると引きずって崖の先端に置くと、そこまでの軌跡や二人の争いの跡を注意深く消した。カメラをそっと自分のハンドバッグにしまってから、水黒いを直した。そして、そっと横たわった男の背中を押してやった。男は突き出た岩角にぶつかりながら落ちていって、やがてかすかに鈍い水音が響いた。
翌日夕刊の地方版に、旅行者が誤って30メートルの崖から滑り落ちて死んだという記事が載った。記事は簡単な3、4行のもので、旅行者の顔写真もなかった。そこはここ数年、市民たちの間で魔の断崖と呼ばれている場所で、だがそんな危険な箇所を持つ公園での観光客の事故については、もっぱら彼らの懐を財源とし、彼らの足が遠のくのを恐れる市当局の圧力もあってか、新聞も警察も今度もそれ以上は深く触れずにことを済まそうとしていた。その事件は男の水死体の検視が済み、身元の紹介も終わり、噂話も済み、一週間も経つ頃には、そろそろ人々から忘れられようとしていた。彼女はその日、いつもの勤め先の郵便局からの帰り道に、写真屋により現像された一袋の写真をもらってきた。彼女に必要なのは、その中のただ一枚、激しい夕焼けに染まった、にこやかなポーズの、あの男の姿だけでしかなかった。彼女はその写真をアパートの小さな姫兄弟の上に用意した枠に入れて飾った。これでいいの。目を細め、思い切りあの日の赤い光を浴びた彼を眺めながら、熱っぽい、充実に彼女は胸が震えていた。ねえ、殺しちゃってごめんなさい。でも我慢してね。私は生きている人が怖いの。だっていつどこ行っちゃうかわからないし、生きている人は本当に私のものにはなってくれないんですもの。このあなたならおとなしくて決して私を裏切りもしないわ。私たちは騙し合うこともいらないのよ。きっとあなたもお寂しくはないと思うわ。いつまでも一緒に暮らしましょうね。仲良く。いくらか日が長くなったせいか、一部屋だけのアパートは、窓から横ざまに差す金色の光が眩しかった。カーテンを引きかけ、何気なくカレンダーに顔を向けて彼女は、ああ、今日は一昨年のあの人のご命日だったわ、と低く言った。鍵をかけた本箱の一番上の戸を開いた。そこには同じような黒いリボンをつけた写真立てに入って若い男たちの写真が並んでいた。あの人は何番目だったかしら。彼女は幸福そのものの顔になって、今は何の臆すくところもなく、その一つ一つの男の顔を次々と視線に見つめ続けた。男たちは揃って、あの丘の上の豪奢な夕映えにまみれ、炎のような形の木を背にして、彼女の手で箱の中に収められた瞬間の、それぞれの得意なポーズのまま、笑っていた。